はい、2箇所目ですね。なんか意外と祀られてるらしいよ。これが道祖神。なんかね、Google の写真で見るよりもなんか本数あからさまに減ってるんだよな。なんだ、なんか書いてあるぞ。いいっすね。商売繁盛。名、この神は、祭の、神道、陸神とも言われし、防寒の神として外来の流行り病や悪霊、尊敬、峠、辻、橋などで防ぎ止め、また聖者を、死者との、境の守護神として尊ばれ、後中国なんだ。行事。ちょっと読めねえな。行路。行路神の行路神行路神ちょっとわからんな。ちょっと見づらいな。道祖の、あざを用いて、道祖神と、言われている我が国では、平安初期以来、道路神のほか、正規の神として敬われ、特に男性の性器を象徴化して身体とするなど、江戸末期道路神のほか男女、愛犬結び、あとは水商売、繁盛、性病、水商売の繁盛か。神として、いつ漢字は読めんな。神として信仰が盛んになったら、従ってここの神を長い間ここに座して、その神徳を表し、多くの人々を守り助けてきた。しかるに昭和47年、この道路を改修するにあたり、信者の尊敬保護の声が盛り上がりよって、覆いをかけて、風雨を防ぎ信者の声に応え、ますます神徳の高揚に努めたのである。昭和48年3月15日。へえ、なるほどな。なんかすげえ、ご神体のなんか挟まってるけど、ご神体の裏にね、残念ながら朽ちてしまったであろう。今までのやつがあるね。まあ、どんどん年々朽ちてしまってるから、本数が少なくなってしまっているっていうのは残念でござる。いやでも結構、由緒があるんだね。はい。っていうのが、リゾバの休日です。